メアリー・ロビンソンは、アイルランド共和国、第7代大統領、国際連合人権高等弁務官、並びに、国際法律会委員会委員長。アイルランド最初の女性大統領であり、同時に、史上最も成功した大統領とされる。名誉県バリナーに生まれた。ダブリン大学トリニティカレッジを卒業後、法廷弁護士資格を取得し、25歳で、 ダブリン大学トリニティカレッジ系法学講師となる。1970年に著述家のニコラス・ロビンソンと結婚する。アイルランド国教会の信仰を持つ家系出身者にもかかわらず、プロテスタントの信仰を持つ男性と結婚したため、実家とは断絶状態になる。1969年から1989年まで20年にわたって、 ダブリン大学代表としてアイルランド議会上院議員を務め各種委員を歴任した。1979年から1983年まではダブリン市会議員も務めた。1990年、労働党に擁立されて大統領選挙に出馬、労働党からは初めて当選した。同年12月3日、アイルランド共和国第7代大,大統領に就任する。 1970年代からイギリスが統治する北アイルランドをめぐって IRA 暫定派が活発なテロ活動を展開しており1990年代に入ってもロンドンにおいてしばしば爆弾テロが起こったアイルランド政府は北アイルランドの平和的統合を目指しテロ活動を銀圧するため英国政府と協力1993年12月に英国との 和平案を成立させ、1994年8月に IRA 暫定派も停戦を表明した。しかし和平交渉が停滞すると、再びテロが始まり、1997年7月から和平交渉を再開した。ロビンソン大統領の任期は来た。アイルランド問題対策に明け暮れた。その一方で、1992年には、 ソマリア危機の直後に同国を訪問。1994年には大虐殺のあったルワンダを訪問し、国連などの場で人権を訴え続けた。アイルランド共和国において大統領はほとんど実権のない事実上の名誉職であり、上記のアイルランドをめぐる政治的な動きにはロビンソンは直接的には全く関係はないが、 しかしその海外歴法やリベラルな政治姿勢や演説により国内外で非常に好感度を持って迎えられ、またカトリックの支配する保守的な男性社会であったアイルランドのイメージを変えた存在としてアイルランド国内での国民の支持率は90%を超え史上最も成功した大統領と評される。1997年9月。 予定より3ヶ月早くアイルランド大統領を退任し、9月12日に国際連合人権高等弁務官に就任、2002年まで5年にわたって在任した。1999年にはエラスムス賞を、2002年にはベンジャミン・フランクリンメダルを受賞している。2004年よりコロンビア大学国際公共政策大学院の教授を務めている。 そして2006年11月6日より同9日にかけて、ガジャマダ大学で開かれたジョグジャカルタ原則議決のための国際会議に参加し、その署名者の一人となった。2009年7月には、バラク・オバマ大統領より、大統領自由勲章を受賞している。2013年3月、反基文国連事務総長から、今後紛争解決のため、 国連特使に任命される。アーカイブされたコピー。2009年8月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年7月30日閲覧。国連特使に、ロビンソン氏、今後紛争イコール、アイルランド発の女性大統領時事、ドットコム2013年3月19日。ありがとうございます。